はい、こんにちは。必須事項をまとめ 2B は68。今回は03です。構成は複素数と方程式、式と証明のね、3番目。組み立て情報に行くよ。じゃあ問題見てみようか。組み立て情報っていうのはね、正式のね、筆算のね、改良バージョン、改良版です。で誰が言い出したかわかんないけどね、うまいこと作ったね。こういうね、正式をね、知事式、 x 引く a これで割るとき、えー。つまりここ1じゃないといけないのよ。ねえー、だからそこだけ注意してもらって、えー、割り算をするっていう、そういうときやねんけどね。筆算でやるよりもね、楽でいいのよ。で教科書はね、えー、応用とか発展とか載ってるけどね、えー、こんな楽なのはね、絶対知っといた方がいいから今回取り上げてみた。はい。えー、じゃあね、筆算でやってみよう。そうすると、まあ、係数だけ書く人もいるけれど、まあ今全部書いてみた。はい。で、x 引く2で割ります。 この場合は、どういう風にするかって言ったら、実数高いものがね、桁数が大きくなるような感じでね、まずここから処理をして消していくっていうことをやるわけやね。つまり x、x 引く2に何かけたら、2x 3乗が出るかって言ったら、x の方を見て、2x 2乗をかければいいわけやね。そしたら、2x 3乗になって、引くことの 4x 2乗と。 で、こうやって引き算すると 2x3 乗消えるやんか。で、ここ当てたら3からマイナス4を引いて 7x2 乗。こういう風うになるやんか。で、引く 4x 上から下ろしてきてね。そう、まるで桁のようにね、考えていく。はい。で、x く2に何をかけて 7x2 乗が消せるかっていうと、プラス 7x。で、7x2 乗引く 14x。14 また引き算をして、えー、マイナス4からマイナス14を引く。つまり、プラス14になるから 10x になる。引く5を上から下ろしてくる。で、x 引く2に10をかければ 10x が消える。ということで、あとは下の方になるけれど、15っていう風になるよね。ちょっとこっちに書くけどね。えー、余りが15っていう風になる、ね。うん。でね、これ結構ね、下の方にも行くやんか。原にこうやって書き、 書けなかったようにね。試験の時もね、こう紙かもしれないやんか。ね。今こうやって書けたからいいけどね。この辺で紙来るとちょっと辛かったりするやんか。こっちね、みか組み立て情報やねんけどね。これはね、スペースこう広くていいわけよ。でね、えっ、ー、と、まあ、それは今から言うんやけどね。まずね、一さんがね、やりにくかったのはね。このね、マイナス四引くから、プラス四でって言ったところ。その辺。これもそうやね。マイナス十四引くから、プラス十四、マイナス二十引くから、プラス二、プラス二十っていうね。そこがやりにくいわけよ。そしたらね、ある人がね、ええー、まあ。 そんなこと言うわけよ。うん、これやっぱ時間かかるやんかーって,ってね。うん、それやったらね、この引き算が時間かかるやん。人間足し算と引き算どっち時間かかるかってね。まあ人にもよるけど、大体ね、足し算の方が楽なわけよ。そしたらね、引く2じゃなくてね、あらかじめここをね、プラス2にしてね。ふんで、ここは引き算じゃなくて足し算にした方が早くないその発想がすごいよね。いけてるよね。発想。え、どういうことっていうのが組み立て情報やね。ちょっとやってみようね。え、係数だけ書く。2。 3、マイナス4、マイナス5ね。係数だけ書いて、それで x、x 引く a やったら、a を書くんやね。つまり、イコール0になる x を書くわけやね。そしたら、マイナス1倍されるからね。だから今は、2を書くわけね。x 2入れたら2、2引く2で0になるでしょで。そこの2をね、こういうふうにね、なんかこう、型の上に書くような感じでね、書いてあげる。で、最初はこれ、下ろしてくる。 で、その後は、ここの型の上の数字と、掛け算して2人が4っていう風にして、この2つを引くんじゃなくて足し算するわけ。3足す4で7。で、2、7、14で、足し算して10。2かけて20で、足し算して15。終わり。早い。こんだけ。どういうことかっていうとね、筆算で書いた、ここ。えぇ、ー、えぇ、ー、えー、これと、これが一緒なわけ。 ほんまや、一緒やわ。これ。うううううこれと、一緒なわけ。あ、そう。下書けないから、書かないけどね。えー、これと、こうは一緒なわけだね。あ、そう、ねうん。なので、引く2じゃなくて、2にして、引く代わりに足し算をすれば早い。もう一回言うとね、係数ブワーっと書くでしょで、最初にプッと下ろしてきて、2人が4足す。かけて足して、かけて足す。 終わり。どういう風になるかって言ったら、章がこうね、2x2 乗足す 7x 足す10。で、これ余り。まあこうやって書いたりするけどね、余り15ってね、まあ、全く一緒になるわけやんが、まだ改良バージョンっていうことね。えー、このね、2710っていうのを答えにするっていうのはね、どういうことかっていうとね、この7、この7やねんけどね、それはね、えー、ここの7なわけよ。 まあちょっとややこしいけどね。えー、でもそこの7はね、ここの7やねんね。で、それはって言ったらこれ 1x に7をかけて7っていうね。だからここ1じゃないといけないね。1x っていうね。だから x-a ってさっき言ったけどね、そういう形の時ね。じゃないとこの7と7一緒になんないから、こっちも一緒ね。10やったら10やねんけどね。えー、そこはね、10やけどね。なんでここ10になったかって言ったらね、これ 1x に10をかけたからやねんね。 まあそんな風にね、えー、まあなって結局一緒っていうね、ことを分かってほしいわけです。はい。まあなんでこれやったらね、産業で済むやんね。まあ、めっちゃいいやん。なのでね、これすごく便利でね、共通テスト、センター試験とかでも、えー、役立つのよう。めっちゃ便利です。っていうかね、こんな風にする方法を学びたいよね。わかるなんかゼロから生み出すっていうね。 だって、なんかこうやって数学の先生とか言ってても、大体は違う人が見つけたことを偉そうに、偉そうじゃないかな、えー、なんか言ってたりするわけやんか。でもこういうふうにね、自分からね、世の中に存在しないものをね、作るっていう、本当はそういうのをやりたいよね。やりたくないね、うん。ほんでね、自分こんなすごいの見つけたとかね、そういうふうにするといいと思うねんけどな。 うん、まあだからあれやんね。今スマホでね。まあいろんなことやってると思うけどね。スマホで何か生み出す人と、人が作ったものを、例えばゲームとかね。えー、ひたすらやる人って、まあこう二極化していくんやろうね。どっちかったら生み出す方がいいと思うよ。まあそんだけしんどいしね。人からも叩かれるかもしんないけどね。人が作ったものをまあ消化してもまあ楽しいけどね。楽しいけど、なんかこうね、自分からこうね、生み出せる。こう,こういうの作れる人になった方がいいんじゃないかなっていう気がする。 はい。まず、あ、ら置いといて、1番の答えは大丈夫かな章はこれで緑色になってしまったよ。で、あまりがこれね。2番は黒板でいこうね。はい、2番いこう。じゃあまずね、筆算でもいかない。組み立て情報やねんけどね。係数を書くわけよ。係数書くんやけどね。これね、注意しなきゃいけないのは、エス2乗の項ないんやね。その場合はね、ちゃんと係数0っていうね。つまりね、こんな風につぶやきながら書くといいよ。4乗が1。3乗。2乗ないから0。で、1乗。 定数項。4,3,2,1。定数項。を x 足す3で割るっていうから、えー、x 足す3って書くのは筆算やから、じゃなくて、x に何入れたら0になるっていうね、それを書くわけ。でこうやって線引っ張って、あとは機械的作業だ、えー。1をシューッと下ろしてくるでしょ ?1 って書いて、えー、かけてマイナス3、足してマイナス1、かけて3、足して3、かけてマイナス9、足してマイナス5、 かけて、十五、足して、十、ね、度。こんな風にね。かけて、足して、かけて、足して、かけて、足して、かけて、足して。そういうのやる。はい。えー、四次式を一次式で割ってるから、これ三次式やね。答えはね、これ係数やから。はい、これは答え。えー、余りは十になります。そうするとすごく早くて便利です。はい、もうちょっと練習してみようか。 じゃあ続いて3番4番いこうか。はい。同じような練習やねんけどね。やっぱり、うん、この x-a で割ったとき。まあこれやったら a がマイナス1っていうね、いうことでね。x-a で割ったときっていうことです。はい。これも練習やからもう黒板でいってみようか。同じやよ。4乗3乗2乗1乗が全部0書けばいいだけやね。だからつぶやきながら5乗が1、4乗なし3乗2乗1乗。 定数項。え、ちょっと待って。何項いったもう一回ね。5乗4321。定数項マイナス1。これでいいね。はい。それを x いく1で割るから、1を書くわけやね。んで、1を下ろしてきて、1かける1足して、また1倍して,足して、て足し,して、1倍かけて足し算して、1倍かけて足し算して、1倍かけて足し算するっていうね。そうすると、えー、小。 全部係数1並んでるよ。あまりはっていうのはあまりは答えなくていいんやね。を求めようやからこれやんね。そうするとねなんでこの3番を言ったかっつったら x 行く位置で割ったら割り切れるってことやからね。もともとのね x5 乗引く位置がね因数分解できるっていうそういうことなんやね。 ま、なのでね、これ、覚える人いるけどね、たとえ忘れたとしてもね、えー、こうやってすぐ思い出すことができるからっていう例でやってみました。4番も同じような感じ。はい、じゃあ、カッコ4番いこうか。3番と同じ。えー、5乗、4乗、3乗、2乗、1乗、定数、項は1。マイナス1代入して0になる。マイナス1。 上から下ろしてきて、マイナス1をかけて、足し算、マイナス1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 かけて、あ、割り切れた。うん。じゃあ、章は。同じように中を言ってみると、少しプラスマイナス交互やからややこしいね。 だからこれも、覚えにくかったらその場で組み立て情報でね、パーとは言わればいいわけやね。なんか途中でも嫌になってきたでしょもう規則わかってね、もういいよこれ。交互なんでしょうってね。わかるやんか。そんな感じでね。それがわかればもうこれ、書けたりするからね。はい。ということで、因数分解にも使えるから、えー、すごく便利な組み立て情報です。これぜひとも頭入れとくといいです。はい。まあこんな風にね、皆さんのお役に立ちたいと思ってますので、引き続きね、応援の方よろしくお願いします。まあ、一緒に頑張ろうよ。はい。ということで、次の動画もただ呼びで、ありがとうございました。